中山競馬場、出走だ。戦術家、やっぱり小栗といえば差しだよな。よしスタート、頑張れ小栗キャップ。うおー、行け、小栗、小栗キャップ。坂を上がった、ムチが入った。行けー、小栗キャップ、無念を晴らせ。行けー、行けー。やったー、よくやった、よくやった小栗。ふう、さすが俺の小栗キャップ、強すぎるぜ。おお、霊夢、来てたのか。あんたまたそのゲームやってたの。そう、最近流行りの馬娘なんだぜ。やるのはいいけど、一日暴れて絶叫しないでよね。下であんたのお母さんが、うるさくて夜眠れないって嘆いていたわよ。うむむ、だって、昔田中邦衛さんが映画で。はぁ、ほとんどの人がわからないネタを言うんじゃないわよ。そう。しかし、この馬娘、すごいよな。ほんと出てくる馬が俺のストライクの世代なんだぜ。そうね、この作品に出てくるモデルとなった競走馬たちは、ほとんどが80年代から90年代に活躍した名馬たちばかりだから、ダビスタ黄金期世代にとってはおなじみの馬たちばかりなんじゃないかしら。ダビスタか、俺も昔よくやったな。シンボリルドルフにオグリキャップ、過去の名馬を守護馬にして使えるわけだから、なおさら愛着が湧いたよな。そうね、競馬はよくブラッドスポーツ、血のスポーツとも呼ばれるほど名馬から名馬へと血統が受け継がれる競技だから。過去があって、初めて今がある。昔の名馬が色褪せないのもそこにあるのよね。そうだよな、自分が応援していた馬の子供たちや孫たちが、今走っているわけだから、今の馬が活躍すればするほど、昔の名馬も輝くということだよな。というわけで、今日のお題は日本の競馬の歴史について。あれ、俺の好きなライスシャワーや帝王、マックイーンの解説をするんじゃないのか。うん、そういうのをやりたいのは山々なんだけど、ここはあくまで近現代史。競馬の歴史は前々からやりたい話題だったわけで、日本の近代にとって競馬がどのような役割をしていたのか。このチャンネルを見続けてくださっている方ならピンときているかと思うけど。確かにな、優秀な馬を作るのも富国強兵の一つだっただろうし、その頃からの技術の積み重ねがあってこそ、今日本でこれだけ競馬が発展したんだもんな。今日のゆっくり近現代は、日本の近代競馬の成り立ち。勃興期から黎明期、そして、競馬を一気に大衆化させたと言っても過言ではない、戦前、戦後のあの名馬たちについてをゆっくり解説していきたいと思います。日本の馬産の歴史は、今から1600年以上前の4世紀末まで遡ると言われていて、当時馬を競争させることを、競走、と呼んでいた。ご馳走の語源か、馬が走り回ることの意味ってのは聞いたことがあったけど。うん、客人をもてなすため、馬を走り回らせることからそう呼ばれたということだけど、それが純粋に、馬同士の競争を意味する、競馬、という記述が出始めたのは奈良時代になってからのこと。当時の競馬は神の前で行われる神事の一つであった。確かにな、当時は馬や牛が生活に密接に関わっていたんだろうから。馬や農作物を奉納することによって、豊作を祈っていたわけだ。時代が武士の世の中になってくると、馬は人、物資を運ぶ兵器としてますます重用されるようになり、平和な江戸時代になってからも、馬は武士のたしなみとして至るところで競馬が行われていた。東京の高田の馬場に代表される通り、全国に多くの馬場、もしくは馬場、という地名が残るのも、その馬の鍛錬場、乗り継ぎ地を指した言葉が由来になっている。馬は戦争で有益な兵器として使われた後、物流の発展した江戸時代では、重要な運搬手段として人々に利用されたわけだからな。ともあれ、こうした使用した馬による競争、および競技は世界各地で行われており、現在の競馬のような、円形の馬場の中で、複数頭の馬が定められたルールに則って行う競馬のルーツは、16世紀のイギリスにあると言われている。
では、我が国日本において、この近代競馬がいつから行われていたかというと、時は幕末、開国後の1860年のことであったと言われている。つまり、日本で競馬が始まって、まだ160年しか経ってないと。もちろん、その時は、当時幕府が定めた外国人居留地であった横浜で、外国人たちが始めたものではあったんだけど、すぐに幕府による常設の競馬場が作られ、そこで盛んに西洋競馬が行われることになった。まさに日本の近代競馬の歴史は、開国とともに始まった、と言っても過言ではないのよね。さて、時は明治。西洋式の競馬は、今度は武士に代わり、貴族の紳士、淑女のたしなみとして行われるようになり、全国各地に次々と競馬場が出来上がっていく。もともと競馬ってのは、貴族同士が手持ちの馬を自慢するための社交場だったし、今でも西洋ではそういう認識が強い競技だからな。そう、この時の競馬は、あくまで見せ物。賭博は御法度で、表向きには馬券の販売が認められていなかったため、やがて廃れてしまう。まあ、ゴルフのように裏では貴族同士で握っていたんだろうけど、大っぴらに馬券が売れないとなると、興行主は儲からないからな。こんな中、我が国の競馬を大きく発展させる出来事が起こった。日清、日露の両戦争だな。日本は開国以来、アラブ馬やサラブレッドなど、西洋馬を輸入し、繁殖を試みてはいたものの、まだまだ軍用馬の大半は、日本在来の馬に頼らざるを得なかったのが現実だった。だから大陸で目にした敵軍の馬とのあまりの体育の差に、現場の兵士は声を上げて驚愕したと言われている。西洋との馬の差は、馬自体もさることながら、低、つまり訓練の技術の差もあって、当時西洋人から、日本人は馬の形をした猛獣に乗っている、なんてなじられたんだよな。機械化が進んでいない当時、馬の性能はそのまま軍事力に直結したため、西洋との軍馬の質の差は、軍首脳の長年の悩みの種であったのよ。軍艦は買えばいいけど、馬は別だからな。そこで目をつけたのが競馬ってことだ。そう、質の高い馬同士を選抜して交配、多数生産し育成させる西洋の競馬の概念は、軍馬の生産、育成技術向上に大きくかなうものとして見られたわ。1905年、政府は内閣直属の馬政局を設置して馬の品種改良に着手するとともに、馬産の振興に競馬を積極的に推進する政策を立てた。しかし、さっきも言った通り、ここには大きな問題があった。貴族相手の見せ物競馬じゃ、興行が成り立たないってとこか。そう、そこで政府は、違法であった賭博行為、つまり馬券の販売を黙認する通達を出し、これによって事実上の馬券発売を伴う競馬の開催が可能となったの。あくまで賭博は違法だけど、馬券だけは黙認って形なんだな。これを受け、日本全国に馬券販売による競馬興行を目的とした社団法人が次々と出来上がり、この頃の競馬を公民競馬と呼ぶわ。この馬券を伴う競馬は各地で盛況で、そのお金は少なからず馬産の向上に寄与したわけではあったんだけど、掛け事は当然トラブルの種にもなり、風紀は乱れ、紳士、淑女の競馬はあっという間にヤクザ者が出入りする柄の悪い場所へとなり下がってしまった。まあ、いつの時代も賭博とヤクザは表裏一体だからな。世の中に競馬排斥論が巻き起こり、馬券は発禁、せっかく盛り上がった競馬熱も、あっという間に下火となってしまう。でも、それだと生産界にお金がいかないし、いつまで経っても技術は向上しない。この後も陸軍の強い要望などもあって、馬券復活の発議が何度もなされるも、失敗に終わり、競馬は政府の補助金と、景品交換による賭博スレスレの合法営業によって、細々と続いた。まあ、賭博は違法だから、いくら軍の要望とはいえなかなか実現しなかったというわけか。この時統廃合され、政府から補助金を受けた団体が、後の中央競馬の合流となり、今の JRA の主要開催地のルーツはこの時に出来上がったというわけね。ようやく馬券販売が復活したのは、関東大震災が起こった年の大正12年。
増大する補助金の穴埋めや、震災後の復興資金捻出のため、馬券を合法化する競馬法が成立したことによる。そうだよな、世の中には悪影響があると言われながら、廃止にならず続いていることがたくさんあるけど、そのほとんどの理由が経済的、そして人々のガス抜き的な意味合いのものばかりだから。これによって、競馬熱は上向きかけ、昭和11年には、全国の主要レースクラブ11団体が統合。今の JRA の前身にあたる、日本競馬会が創設され、一元化による大規模レースが次々に誕生していく。この時に、各地方の畜産組合が主催していた競馬は残ったため、中央競馬、地方競馬の住み分けはこの頃なされたものであったのよね。さて、このように紆余曲折ありながらも、良質な軍用馬の育成のために振興された競馬なんだけど、マリサは競走馬というとどんな馬をイメージする？そりゃサラブレッドだろう。そう、でも、陸軍が競馬の振興を経てたどり着いた有用な軍用馬のほとんどはサラブレッドではないわ。あれ、そうなの？そう、あれはアングロアラブという馬で、サラブレッドとアラブ馬を掛け合わせてできた品種をそういうわ。そういえば、俺の子供の頃の競馬はアラブとか走っていたっけ？今ではバンバなどを除く、平地のほとんどの馬がサラブレッドとなっていることから、競走馬といえばサラブレッドだけど、最近の競馬ファンの方には馴染みが薄いかもしれないけど、昭和の終わり頃までは、特に地方においてアラブ馬は主力の競走馬と言っていい時代が続いた。というわけでここからは、競走馬の歴史、種類についてを解説します。でもさ、サラブレッドの方が速く走れるし、なんで軍用馬に使わなかったのさ。そうね、マリサはサラブレッドについてはよくわかっているわよね。18世紀頃に、イギリスの在来種とアラブ馬などを掛け合わせて誕生したのが今のサラブレッドの始まりで、今では母系を遡っていくと、三大始祖と言われる、ダーレイ・アラビアン、ゴドルフィン・アラビアン、バイアリー・タークの三頭に行き着くんだっけか。そう、競走馬の生産で最も大事なのは、その血統。中でもサラブレッドは200年以上綿々と血統が管理された種を言い、現在では両親がサラブレッドでなければサラブレッドと認められないほど厳格なものとなっている。つまり、途中で混血したらサラブレッドじゃない馬になってしまうと。それだけ厳格に、優秀な馬同士を掛け合わせて作り出されたサラブレッドは、何せ人間では考えられないような近親配合で、三大始祖の遺伝的貢献度は 25% にも及ぶ。おじいちゃんが一緒な馬同士を何十代も掛け合わせたら、そりゃそうなるよな。日本でも、明治40年、小岩井牧場でイギリスから輸入された20頭の繁殖牝馬を皮切りに、本格的なサラブレッド生産に入り、現在まで綿々と受け継がれてきた歴史がある。ただ、短距離を走ることに特化したサラブレッドは気性も荒く、大きい割に非常に費用は、乗るにも飼うにも大変な労力が必要だった。なるほど、それでサラブレッドは軍用馬には適さなかったというわけか。政府も初めはこのサラブレッドで軍用馬を作ろうとしていた。ところが、さっきも言った通り、サラブレッドは走らせたら速いというだけで、扱いづらい。それで日本は、アングロアラブを軍馬に採用することになったわけなんだな。うん、サラブレッドの欠点を補うため品種改良されたアングロアラブは、頑丈で粗食、気性もおとなしく、まさに軍用馬にはもってこいの品種だったのよ。なるほど、差し詰めサラブレッドはスポーツカーで、アラブは乗用車といったところか。昔地方でアラブが主力だったのは、コストがかからない馬だからってのもあるんだな。競馬では、純粋なサラブレッドと、サラ 75% 以上をサラ系、アラブが 25% 以上だとアングロアラブ、それ以上がアラブと区別しており、サラとアラではレースが別で、混合戦も行われた長い歴史があった。声優なんかの名馬も多く輩出したアラブだけど、今はほとんど生産しなくなってしまったわけだから。そう、あれほど優勢を誇ったアラブ競走も、近年は次々に廃止され、もはや彼らの勇姿は、昭和のファンの記憶の中にしかいない。ただ、日本におけるアラブの歴史は、すなわち近代における軍馬と、戦後の地方復興の歴史であると言っても過言ではない、ということなのよね。さて、
ここからは、現在の競馬ブームにつながることになった歴史と、各時代の名馬たちを合わせてご紹介していきたいと思います。馬券が合法になると、各レースクラブで賞金の高いレースが次々に創設されていった。その中で、現在でも続く、最も伝統と格式のあるレースが昭和7年に誕生した。それがこちら。東京優駿、つまり日本ダービーだな。イギリスのクラシック競争であるダービーのような、高額賞金のレースを目指して創設された東京優駿は、3歳馬による芝2400メートルの競争とされ、その1着賞金は1万円、副賞も合わせると、2万5000円を超えるという破格のもので、クラシックと呼ばれるレースでは最も早くに誕生した、当時の最大のレースであった。貨幣価値で2000倍と言われる昭和初期だから、だいたい5000万くらいか。当時としてはベラボーだよな。この初代東京優駿大競争の優勝馬は若鷹というサラ系の牡馬で、若鷹は90回近い歴史の中で、初代ダービー馬としてその名を歴史に刻むわ。戦術の通り、レースクラブ11団体が合併し、日本競馬会が発足したことで統一された定質後昇天、つまり現在の春秋の天皇賞は昭和12年から。そして、ダービーを皮切りに、イギリス2000ギニーを模した皐月賞、同じくベルモントステークスを模した菊花賞、牝馬限定の同じく1000ギニーの桜花賞、同じくオークスを模した優駿牝馬と、後にクラシック競争と呼ばれる大レースが次々と誕生していく。なるほど、今までは各地のレースクラブでバラバラに大レースを行っていたのが、クラブが統一されたため、単一的なレースの設定が可能になったというわけか。そんな、まだ輸送手段も貧弱な時代、当時横浜で行われた皐月賞、東京の日本ダービー。そして、東京から200キロ離れた京都で行われた菊花賞と、すべてを制した馬が昭和16年に現れる。それが、史上初の三冠馬として、我が国の競馬史に燦然と輝く名馬セントライト。菊花賞トライアルのセントライト記念で有名な。ダービーに史上最大の8馬身差をつけて勝ったという名馬だよな。まあ、当時は今ほど競馬は一般的ではなく、戦火の中ともあってあまり注目されなかった。まあそうだろうな。それでもセントライトこそ最強という人は確かにいて、言う人に言わせると、セントライトの最大の強さ、それはその頑丈さにあったといい。今のようなトレセンに馬運車のない時代、東京のセントライトが横浜のレースに出るには8時間歩き、京都のレースに出るには、貨車で3日は揺られないといけなかったらしいから。それでも、地元の実力馬相手にケロリと勝ってしまうセントライトを、関係者は驚愕の目で見ていたという。話は変わるけど、今の時代の馬運車ってとんでもなく快適装備らしいから、さすが走るダイヤモンドのサラブレッドだよな。そして、戦時中の昭和18年、80年経った現在でも、歴代最強牝馬の呼び声が高いあの馬が登場する。最強牝馬クリフジだよな、これは伝説なんだぜ。何せ生涯全勝。その内容たるや、わずか3戦目で5馬相手にダービーを6馬身差で勝ち、当時秋に行われていたオークスを10馬身。さらに、輸送のハンディキャップがあるというのに、菊花賞では同レース史上最大着差とも呼ばれる、計測不能なほどの大差で勝っちゃったというとんでもない牝馬で、牝馬でダービー馬というのは目下まで64年間現れず、さらに牝馬でクラシックを3つ勝った馬は今まででクリフジのみという、ともかくすごいとしか言いようのない馬なんだよな。うん、このクリフジの記録したダービーの戦前最高レコードは、オモババで比較にはならないだろうけど、あの三冠馬で凱旋門に着馬のオールフェイブルのダービーの勝ちタイムと比べても遜色のないもの。これが戦時中じゃなかったら、もっと盛り上がっていただろうことを思うと惜しいけど。そう、何せ時代が時代。軍需産業の一つとしてギリギリまで続けられた競馬も、戦火が本土に迫った昭和19年にはとうとう中止を余儀なくされる。そうだよな、何せ競走馬用の馬はバンバン軍に徴用され、さらに競馬関係者も次々に出征、競馬どころじゃなくなってしまったんだぜ。昭和20年、敗戦。日本人が何もかも失い、焦土の中からの再出発となったこの翌年、競馬は何よりも早く復活することになった。
軍用馬が大量に余っていたのと、復興財源を確保するためだよな。それにギャンブルは、終戦の混乱にあえぐ人々にとって、数少ない娯楽であっただろうから。再スタートとなった日本競馬界ではあるも、昭和23年には GHQ により解散させられてしまう。理由は独占禁止法に抵触するからだったっけ？うん、だからしばらくは競馬は国営として続けられることになったんだけど、当時は地方競馬が活況で、中央は経営不振の真っ只中にあった。テレビも担保もない時代だからな、身近に行ける競馬場の方が人が入るのは当然か。この受難の時代に、一般の大衆も巻き込んだ、戦後最初のスターホースが誕生する。それがこの馬、時の実。あの幻の三冠馬。時の実は走るレースのほとんどをレコードタイムで勝ち、怒涛の連勝に次ぐ連勝。そのフィーバーは、当時競馬をほとんど取り上げていない一般紙ですら、この快進撃をこぞって伝えたほどだったといい。全勝で迎えたダービーは、当時史上最高の7万人もの大衆が東京競馬場を埋め尽くしたというから、これはとんでもないことよ。確か最高は、アイネス夫人の19万人だったよな。コロナ後の今後、これは破られる日が来るんだろうか。このダービーを危なげなく勝った時の実。秋にはセントライト以来史上2頭目のクラシック三冠は確実と見られ、その後の海外遠征を視界に入れた矢先。時の実は破傷風により急死、ダービーからわずか17日後の出来事であった。もちろん、その頃の競馬は知らないけど、当時としても、ファンにとんでもなく衝撃を与えた大事件だったのは想像に難くないぜ。時の実の死は一般紙にも取り上げられ、読売新聞は社会面のトップで報じたほどであったから。時の実は、戦後の復興期に登場し、競馬という競技に光を当てた、まさに競馬界最大の功労馬の一頭だったわけだな。そして中央競馬は数年の国営競馬の時代を経て、昭和29年、特殊法人、日本中央競馬会が発足する。そして戦後の復興期が終わり、高度経済成長、オリンピックが行われた昭和39年。悲劇やスター性、アイドル性ではなく、実力のみでファンを唸らせた、あの硬派の馬が戦後初の三冠馬となる。史上2頭目の三冠馬、新山だな。そう、ナタの切れ味、の異名を取った新山は、現役時代の実力、人気はもとより、無事これ名馬を象徴するほど丈夫な馬で、競馬では2着までに入ることを連帯、と言って、馬券を買う者にとっては重要な着数なんだけど、新山は、未だに JRA の最多記録である、16連帯という前人未到の記録を持っており、4歳の有馬記念を最後に、惜しまれながらも引退した新山だけど、関係者の間ではその後長年にわたり、新山を超えろ、がスローガンであったというほどで、長年無事に走り続けた、ということと、何よりも一度もファンの期待を裏切らなかった、ということで、未だに彼を超える名馬はいないという人も多い。そうだよな、さらに引退後の守護馬としての活躍、当時の長寿記録の樹立と、まさに名馬中の名馬として、絶対に外せない存在だもんな。こうして、数々の実力馬と人気馬が現れていった競馬だったわけだけど、同時期の野球、相撲に比べると、渋くておじさんのやるギャンブルのイメージが拭えなかったのは事実。そんな昭和47年、時の ON や大砲に匹敵するほどの人気を誇り、社会現象にまでなった競馬開発のアイドルホースが誕生した。その名はハイセイコー。多分、競馬やったことない人でも、一度くらいは名前を聞いたことのある人も多いんじゃないかな。地方の多い競馬で、デビューから6戦でつけた着差が56馬身にも達したハイセイコーは、鳴り物入りで中央に移籍。中央デビュー後も地方の怪物の名に恥じない活躍に、人々は熱狂した。集団就職の学生が金の卵と言われてた時代だったからな。地方競馬出身のハイセイコーが、中央のエリートに挑む姿を、人々は自分に照らし合わせて見ていたのかも。この、時代にマッチしたとも言えるハイセイコーの人気、ブームは社会現象とも言えるほどの規模に達し、なんと競走馬であるハイセイコーが、少年誌の表紙を飾るなど今まででは考えられないようなメディア展開が次々に起こった。まあ、ハイセイコーの競走成績って、
これまでの名馬と比べても、決して勝ちまくった、というものではなく、タケホープらライバルとしのぎ合い、頑張って頑張ってようやく宝塚で結果を出す、というようなもので、ハイセイコーは、まさに大衆の中のアイドルであったわけだから。そう、ハイセイコーは、高度経済成長の最後であった70年代を表す存在として、名馬というよりも、歴史そのものになっている、稀有な存在であることは特筆すべきことなのよね。といったところで今回は終わります。開国と同時に始まり、軍用馬の育成のために発展した競馬、戦後は復興事業として活気づき、高度経済成長とともに国民的な娯楽に成長したわけだな。うん、そして現在の競馬大国日本に至るというわけなのよ。それにしても、ハイセイコーは競馬師、というより、戦後の歴史に残る存在だったんだってことを改めて認識したぜ。そういえば、70年代には TTG をはじめ、まだまだ魅力的な馬も大勢いるし。なんといっても、馬娘に登場する中でサイコさん、マルゼンスキーも70年代の馬だったよな。うん、マルゼンスキーは、TTG がしのぎを削っていた頃の世代の馬なんだけど、多くの皆さんがご存知の通り、マルゼンスキーは当時のクラシックには出ていない。出ることができない馬だったの。まあ、当時は生産者を守るためなのか、競馬界は閉鎖的だったからな。いろんな制約があったわけだが。うん、もし次回以降競馬についてを解説する機会があったならば、この70年代以降、日本の競馬がどのようにして国際化を果たしていったのか。また往年の名馬の歴史を紐解きながら、解説していきたいわよね。うむ、俺は早くライスシャワーにマックインだな。皆さん、今回はいかがでしたでしょうか。よろしければ皆さんのご意見ご要望、グッドボタン、チャンネル登録などいただけましたら大変励みになります。では、本日もご視聴ありがとうございました。